よし、よくやったぞ、デキテイ。これで少なくとも一本は手元にある。残りは二本。バーバに奪われたものを除けば、地下にあるのはあと一本。そして、残された時間はあと6日。ドロニア、改めて聞くぞ。お前はそれを集めてどうするつもりだ。そもそもそれは一体何なんだ。ふん、私のことはいい。お前こそ何なんだ。何をこそこそ探している。僕には僕の探し物がある。そのためにこの迷宮に来たんだ。ちなみにそれをお前に教える義理はない。ふん、好きにしろ。だが私に助言を仰がないのは最大の失策だぞ。そもそもそれだけ探して見つからないものはもともと存在しないか、すでに失われているか、あるいは…ん？ルカはどこだ？ルカさんならそこに。子供が馬車に轢かれたぞ！まだ意識が戻りません。どうしてこんなことに。見ていた人の話によれば、ふらふらと歩いていたところを馬車にはねられたらしい。くそ、くそ、僕がついていながら。ネルド、あとは任せた。おい、どこに行く気だ。馬車小屋に戻る。だと、ルカさんがこんな状態なんだぞ。ここにいろ。お前にもできることがあるはずだ。ふん、知るか。私がこの町にいる目的はルカのおもりではない。貴様、それでも。消えろ。調査が終わりました。ご苦労だった。お前はルカについていてやれ。私が許可する。ルカ様にですか？ですが私はドロニア様の。いいんだ、言うことを聞け。それがお前のためでもある。かしこまりました。レキテイ、お前も私は冷たいやつだと思うか？いや、答えなくていい。私が魔力を供給すればルカは回復するだろう。だがそうすれば7日以内に残り2つの鍵を見つけることは難しい。バーバに奪われた1本は迷宮ではなくこの町、いや地上のどこかにあるはずなんだ。くそ、鍵がなければ私は何のために。ルカか。何を寝ぼけているんだ私は。明かりが…ぐっ！
命が。町の風紀を乱す悪しき魔女に制裁ですわ。私より美しい？そんな噂は許しませんことよ。さあ、あなた方、高いお金を払っているんですからね。任せてくださいよ。俺たちはこいつの変な術で殺されかけたんだ。この程度じゃ済まさねえぞ。おら！この魔女が！あの時の兵士。そうか、仕返しか。顔面を行きなさいよ、顔面を。お嬢、それは最後の楽しみにさせてくださいよ。まだまだ夜は長いんだ。ですね。でもいいわ、もう動く力も残ってないようですし、あとは任せますわ。最後はカラザノイドに放り込みなさい。そこなら絶対に見つからないわ。ダメだ、骨が折れたか、動けない。いや、違うな、体が震えて動かないんだ。なんだ、私はこんなにも貧弱だったのか。では先に帰りますわ。フランク、あなたは帰り道付き合いなさい。私だけじゃ汚れ人に捕まってしまいますわ。で、俺ですか？俺もここで。はい。はい、ただいま。ではさようなら、悪しき魔女さん。恨むならその顔を恨むことね。これもまた因果か。私は何がしたか。